乗車券。乗車券は、一般に、旅客運送契約に基づき運送を請求することのできる権利を証明または、表彰する、交通機関を利用するための証券を言う。旅客の運送に対して、交通機関との間に契約を結び、運賃を支払うことによって発行される。一括して、プリペイドカード、乗車カード等によって支払われる場合もあり、この場合、 乗車券を購入せずに交通機関を利用することができる。運送中は携帯が義務付けられ、係員が提示を求めた際には提示する義務を負う。乗車券は主に鉄道や路線バスなどの陸上公共交通機関で使われる用語で、船の場合には乗船券、航空会社の場合には航空券という。なお、JR の連絡船の切符は 鉄道網と一体の輸送機関という位置づけから、航路でありながら、鉄道の乗車券として扱われ、乗船券とは呼ばれない。旅行会社では、JR の乗車券類、JR 券と航空券以外のものを総称して、船車券、船車券と呼ぶものがあるが、これは、旅行会社からの支払額を記入した小切手同様の存在でもあり、 乗車券類と引き換えないと乗車できないケースがある。乗車券には運送の内容の相違と相互対応して多くの種類がある。なお、乗車券は座乗して運送される権利に関する証券であるが、急行券、侵害券、座席券のように特定の状態で運送される権利に、する証券が特殊料金券、料金券として別に設けられることも多い。 普通乗車券、オーディナリーチケットとは、標準的な陳列に基づく運賃により発見された乗車券を言う。なお、ローカルチケットも普通乗車券と訳されるが意味が異なる、口実。割引乗車券、リデューストチケットとは、標準的な陳列よりも幾分割引されて発売される乗車券を言う。割引乗車券は、乗客の運賃負担力、 公益目的、割引による利用客の勧誘など様々な目的でも受けられる。定期乗車券、定期券、回数乗車券、回数券、団体乗車券などである。目的地までの片道の乗車券を片道乗車券、上り券と、また券が連続している乗車券を往復乗車券という。多数の公衆が利用し混合乗車する場合の乗車券を乗り合い乗車券。 普通乗車券、一室、または一車両を貸し切りにする場合の乗車券を、貸し切り乗車券という。普通乗車券、ローカル、チケットとは、運送が、同一の路線のみに限られた、乗車券、自賛乗車券を言う。連帯乗車券、インターラインチケットとは、運送が数個の路線、または、船舶航路にまたがる乗車券、投資、乗車券を言う。 貢献は硬い厚紙で作られた乗車券のことで鉄道などの乗車券として古くから用いられた定義は曖昧だが柔らかめの貢献を反貢献と称することもあるあらかじめ発液と着液とが印刷された券を準備しなければならず非常にたくさんの種類の券を準備する必要があった貢献を準備するための収納器具を貢献者貢献ホルダーともという 需要がそれほど見込めない駅に対してはいくつかの着駅を懸命にあらかじめ印刷しておき、その駅の直下部を切り落として使う純常備式乗車券や、発駅、着駅が未記入の補充型乗車券も見られた。切符に日付を入れる際には、古くからダッチングマシンと呼ばれる機械を用いて日付を入れていた。しかし現在はメンテナンスに手間がかかることや、 コスト削減のため、スタンプを使用している会社も少なくない。切符は着駅ごとに1枚ずつ順番に番号を振り、番号順に発見、残っている県の一番若い番号を調べ、前日の番号と対比することで、発見枚数を把握した。1836年、イギリスのニューカッスルカーライル鉄道のミルトン駅駅長であったトーマス・エドモンソンが、 上記の発売方式とともに考案した。当時は合理的な方式であり、1840年代からイギリスをはじめヨーロッパに普及していった。近年では自動券売機や発券端末の台頭により、JR 各社、北海道の族ではすでに定期販売を取りやめており、また他の事業者でも貢献は廃れる傾向にある。しかしながら現在でも、 発券端末未導入の会社や自動券売機で入場券が購入できない会社では日常的に貢献が発売されているほか通常貢献を販売していない会社でも記念ギップとしてセットで売りされることもある。日本ではサイズは基本的に A 型、B 型、C 型、D 型の4種類である。何件は薄く柔らかい紙を使用した乗車券のことである。 鉄道葬式から乗車券として用いられ、後券が普及した後は、定期券などの着駅で回収しない乗車券や、記入事項の多い乗車券、特殊な取扱いを伴う乗車券など、後券が不向きな乗車券に用いられたが、こちらもロール市の普及により数を減らしている。現在では、各種補充券や常備券、あらかじめ工場で印刷された乗車券、 特急券類のことなどで目にすることができる。自動券売機では、ロール種などをセットし、発見する際に、プリンターで印字している。紙質は光券より薄くや柔らかいが、軟券よりやや硬い。自動改札機が導入されている地域、事業者の場合、多くは裏側に時期による記録面があり、自動券売機やマルス端末で発券される際に、必要な情報が記録されて、 自動改札機や自動生産機等で読み取られる。磁期カードに代わる新世代のカードとして1997年 u ーバスカードが登場。その後2001年のスイカを皮切りに普及しつつある。プラスチック製のカードを改札機の IC 端末に接触させることで改札を通過する。従来の使い捨てカードとは異なり、カード内の残高が不足してきたら、 運賃を補充することで何度も繰り返し使えることが最大の特徴と言える。その反面、カードに残高が印字されず、駅や専用の端末以外で残高を確認できないといったデメリットも抱えている。アメリカや台湾など日本国外の地下鉄や路面電車等の公共交通機関においては、紙製の乗車券ではなく、回収して何度も使われるプラスチックや、 金属製の乗車券やトークンと呼ばれる専用のコインを用いるところがある。日本の鉄道の場合、乗車券は普通列車の普通車自由席を利用する運送、普通運賃のためのものであり、急行列車や特別車両などを利用するための特別急行券、急行券、グリーン券、信頼券どの特別車室券等、いわゆる料金券と区別される。 JR では、旅客営業制度上正式には、乗車券類と呼んでおり、入場券は含まれない。一般には、切符。JR での営業案内状は、ひらがな書きで、切符と呼ばれている。日本の旧、日本国有鉄道、国鉄では、創業の1872年から1969年までは、後日の長距離フェリーや国際線航空券同様に、等級制。 1960年まで1.23等制、1969年まで1.2等制、が取られており、運賃や特急、急行料金自体に格差が付けられていた。近年、合理化の影響で鉄道においてもワンマン列車が増えており、下車時に運賃箱へ、運賃分の現金を直接投入させることにより、駅での乗車券の発行を省くケースがある。 1971年に日立電鉄2005年に路線廃止で始まったもので、現在では JR や多くの鉄道事業者で導入されている。乗車券の大きさは各社局ほぼ同一であり、おおよそ以下の5種類になる。上記の他にも国鉄、JR には用途に応じて様々な大きさのものが規定されているが、 切符の廃止やマーズ端末での発見に統合されたことなどによって特殊指定共通権第4から6種に集約され現在ではほとんど見られない。なお各社局が発売する記念乗車券類には多種ような大きさ形状のものがある。一般路線バスの場合乗車する際に乗車券を発見する場合が少ない多くの場合乗車時 あるいは、降車時に運賃を直接現金や回数券、バスカードなどで支払うため乗車券はあまり、一般的ではいいが、西鉄バスや北海道中央バス、豊か鉄バス等では、主要、バスターミナルの窓口、または、券売機にて、初乗りから乗車券を発売している。これは、事前購入をすることによるスムーズな降車と車内での、両替えを少なくする効果がある。また、 観光地を抱える東海バスグループ、箱根登山、バス、アルピコ交通では、大機路運賃制のバス乗車に不慣れな乗客のために、案内を兼ねて乗車券を購入の上での乗車を呼びかけている。その他、観光地のバス利用には、旅行代理店で発行するクーポン類も存在する。また、走行距離の長い高速バスなどでは、乗車券を発券する場合が多い。なお、 予約制の一部高速バスでは、インターネット予約後、ウェブ決済で表示される乗車票ページをパソコンに、接続したプリンターで印刷したものや、コンビニエンスストアで多機能端末、ローソン、ファミリーマートや、大高収納サービス、セブンイレブンを利用して、運賃を支払い、レジで打ち出される、非回証を乗車券とする場合もある。基本的には利用する区間の運送のために、 発行されるが、高速バスなど座席が指定されているものなどは、座席指定権と同等の機能を持つ場合もある。また、一部の路線バスで、鉄道の場合における、急行列車に相当するバスが運行される場合があり、乗車時に急行料金を徴する場合もある。以下では、主として、鉄道の乗車券を扱う、旅客運送契約に基づき運送を請求する、 債権を証明または表彰する証券である。通常、無記名の普通乗車券は、有価証券で、権利の移転と行使に、当該証券が必要となる。ただし、使用開始、入居後の乗車券は、譲渡ができないため、証拠証券に過ぎないものと解されている。鉄道営業法は、別段の定めのある場合のほかは、乗車券を所持しない旅客の乗車を禁じている。ただし、 兵庫県の法上鉄道などは乗車券を発行していないため、下車駅で支払う形式をとっている。また、鉄道運輸規定によると乗車券は通用区間中いずれの部分についても効力を有するものとされ、原則として途中下車が可能である。ただし、鉄道事業者が別段の定めをすれば例外が認められる。詳しくは途中下車の項を参照のこと。 旅客運送契約の内容は JR 各社では運送約款である旅客営業規則で定められる。私鉄各社はそれぞれ独自に同様の運送約款を定めている。例、近畿日本鉄道における往復乗車券の有効期間は、また方に限り片道乗車券の2倍であるが、JR 各社の旅客営業規則の内容に相当程度準拠している場合もある。 運賃は目的地に運送することに対する対価であるので、その目的が完遂されればどれだけ遅延が生じても払い戻し離されない。払い戻しは基本的に旅行中止の場合に限られる JR 旅客営業規則第282条から289条。旅客営業規則等によると JR や私鉄では キセル乗車などで不正に乗車券を使用したり、特別料金を免れた場合には、所持していた乗車券などを無効として回収するほか、乗車区間が分かっている場合はその区間の、不明な場合は別に定める区間に対して、以下の運賃、料金が請求される。さらに、乗収で行っていた場合や悪質な場合は、損害賠償を請求されたり、 詐欺罪や建造物侵入罪、駅施設への無断立ち入りとみなされる場合があるで、処罰される可能性もある。乗車券を紛失した場合、旅客営業規則第7章第3節第3巻、乗車券類の紛失に基づき以下の措置が取られる。なお、運賃を再度支払った場合、旅行終了駅にて最終受証明書の交付を請求することができ、 1>, 1年以内に紛失した乗車券類が発見された時には、その発見した乗車券類と最終受証明書を駅窓口に提示することで、再発行を行った乗車券の払い戻しを行うことが可能となっている。以上のように、乗車券の紛失は、実際に乗車した区間の運賃より高額の支払いが必要になる場合があるので、注意が必要である。その例として、 東日本旅客鉄道 JR 東日本では乗車券紛失防止の啓発ポスターで出発駅から3倍の運賃をお支払いいただくこともございますと警告している乗車券が盗難にあった場合も紛失に準ずる扱いとなる新駅、新路線の開業、開通や新型車両の導入、施設の改良などのほか、 路線の廃止など事業者にとっての節目となる出来事や、新年など、社会的に形式すべき事柄を記念して発行する乗車券類を、機乗車券という、同様の目的、理由で発行される、記念入場券もある。観光路線などでは、乗車の記念、観光の記念で発行されるものもある。また、定員制のイベント列車の乗車の記念というものもある。 多くの場合、普通乗車券として発行されるが、国鉄を中心に1970年代頃は、急行券、特急券等の料金券で発行された例も見られた。極めて珍しい事例として、定期券で発売されたこともある。戦前から1960年代までは一枚もので、初乗り運賃相当の乗車券として販売されるケースが多く見られたが、その後に、 複数枚をセットにして販売されるものが増え、高額化する傾向になった。1970年代頃からは、大きさや形状、デザインも、個性的なものが出現し、紙以外の素材を用いたり、立体的な造形のものまで発売され、ピンバッジなどの記念グッズと組み合わせて販売されるものもある。1990年代になると発売数が減少する一方、 乗車カードの普及により、記念カードの形で発行される事例が増えた。2000年代以降は交通系、IC カードの普及に伴う磁気カードの廃止に伴い、再び紙の記念ギップが発行される例がある。また製造コストの高さから、発行数は少ないが、記念 IC カードを発行する事業者も現れている。以上のように発売件数は減少したものの、高額化の傾向は、 維持されており近年は特に高圏乗車券もしくは入場券を大量にセット化された商品が目立つ入場券同様縁起の良い駅名を組み合わせた乗車券が人気を集めることもある代表的なものには以下があるロンドンの地下鉄やバスには乗車券のほか地下鉄やバスに1日乗り放題の トラベルカードやプリペイド式時期カードのオイスターカードなどがある。ロンドン地下鉄の乗車券は自動券売機で購入するオイスターカードも自動券売機でチャージできる。ロンドン地下鉄には下車時の乗り越し生産のシステムはなく確実に目的地までの乗車券を入りする必要があり乗り越すと罰金が課せられる。フランス国鉄の運賃は時期、曜日、 出発時間帯等で細かく設定されており、割引料金もいくつか存在する。フランス国鉄の乗車券は、予約、座席指定等を伴う乗車券はその列車のみ、座席指定のない乗車券は、国印機での国印から原則なのか、以内、最終日の24時までが、使用期限となっている。なお、フランス国鉄のサイト上で購入される、E チケットについては国印は不要である。 ローマ地下鉄の乗車券には1回券、BIT、1日券、BIG、3日券、BTI、1週間券、CIS がある。ローマ地下鉄の乗車券は、駅構内の自動券売機や窓口だけでなく、タバッキ、駅周辺のタコ店でも販売されている。ウィーン地下鉄、ウーバーンの乗車券は各駅に設置されている。自動券売機で購入できる。 オーストリアの公共交通機関では、改札口または、車内での乗車券への刻印が義務付けられており、検察員の確認時に誤った乗車券を持っていると罰金が課せられる。船の場合、長距離フェリーや外洋航路のように、長時間の航海を行う航路では、特等、1等2等と船内の設備に差をつける、等級性をとっていることが多い。この場合、特等運賃、 一等運賃、二等運賃の形になり、運賃自体の格差が設定されており、日本の鉄道でいうグリーン券や寝台券などの付加料金が含まれた形とは別の形態である。鉄道連絡船を含むフェリーの場合、自動車を構想する場合には、自動車構想量に運転手一人分の二等運賃が含まれており、上級選出を利用したい場合には、 上級船室に空席があれば二等運賃と一等、特等運賃の差額を支払うことで上級船室に変更可能である。ただし、短距離のフェリーや都船などのように等級船を採用していない場合には、鉄道、バスなどの乗車券と同じ形となる。外洋航路の場合、いわゆる、まかない量、食事代を含む形態を取る場合もある。 懸面に未ン目が入った乗船券を発行している航路もある。乗船時に半分を切り取って回収し、下船時に半券を回収する。短距離の渡船では運賃を直接集し、乗船券を発行しない航路もある。一般に発行形態は他のものと変わらないが、フェリーにおいては構想指示書を持って乗船券に変える場合もある。また、 短距離のシャトル航路以外では、乗船時に幼児を含む同行者全員の乗船名簿を記載する必要がある。これは、海上保安庁の通達によって義務付けられており、不実の情報を記載すると1万1の遭難の際に、身元確認が困難になる。よって、乗船券は航空券同様に、記名式の有価証券といえる。鉄道連絡船では、静観連絡船がこれに該当し、 乗船名簿記入が義務付けられていた。5. おさむき